じゃなんで,ですね軟弱地盤だということが分からなかったのかと。平成25年12月に承認を受けるわけですけれどもね、埋め立ての。その2か月前に、沖縄県に対してですね、防衛省からですね文書が出ておりまして、いろいろ計算したけれども、ちゃんと護岸などを設置することができるよという文書が出てるわけですね。平成25年の10月 25日だったと思うんですけれども、ちょっと待ってくださいね、普天間飛行場代替施設建設事業、公有水面埋め立て承認願書に対する質問事項についてと、円弧滑りの調査結果についてご教示いただきたいという沖縄県の質問に対して、各護岸の施工時および完成時の地盤の円弧滑りは、すべて体力作用費1.0以上を満足していますと、すべて計算結果 OK だと、概要の設計のとおりでいいんだと。 ということを言ってるわけですね。じゃあこの円弧滑り1.0以上であるということを計算した根拠になっている、えー、調査データというのはどこにあるんですかと。あのその元になりました調査データにつきましてはあのそちらのあの資料には添付されてはないというふうに承知しています。<laughs> <laughs> はいはい、はい、<laughs> だからあの円弧滑りが1.0以上であるということをここで書いている根拠を 当時のその根拠を示してくださいということを言っているんですけれどもうあの、そうした結論に至ったデータというものがございます、あのそのデータにつきましては、あの今あです、ね、委員からのです、ね、お求めに応じまして、あの今あの、検討をしているところでございます川内君いやいや、あの昨日ある程度いただいてるんで、今日今日これ聞きますって言ってるんですから、ちゃんと答えてくださいよ。